はい、今日もデボラ占いやっていきましょう。またお任せブックでデボラだけ入れて、前回はトルネコ速攻型でやったので、次はバランスといきたいところだが、これだとあんまり差がないからつまんないかなと思って終盤型でいこうと思います。はい、じゃん。どんなデッキになる？終盤型といっても1、2コストはそれなりに入ってて、リッカがあり、ネルゲル、ゾーマ、アンクルホーンと。で、それから、この辺も、バロンジャッカルあたりも使えそうな感じがする。割と勝てそうな気がするが、これで決定。はい、決定。これでランクマ行きましょうということですね。はい。勝つまでやるぞ、勝つまでやるぞ。あなたに損はさせませんよ。まあ、デボラは使えたらいいなぐらいでね。アロードックいたかな？ちゃんと見てなかったな。デッキをちゃんと見とかないとな。魔族を束ねし者の力。さあ、ピサロ相手だと終盤型で。かからない方がいいですよ。ちょうどいいんじゃないか。先行は良くない。これは？なんだろう、こう使えないね。使えないね。使えないね。はい。まあギリギリ OK かな。もう手に任せて。これは。バロンジャッカル出すまで待つか。やれることはやってしまいましたな、ね。バロンジャッカル出せるまで待つか、ソロ版で頑張るかだね。これ出してもしょうがないからな。バロンジャッカルの攻撃力上げて勝負って感じだな。これが辛いんだよな。これでダメージいくつ食らうかっていう。とっておきをお見せしましょう。苦しいな、苦しいな。これは、これ出しちゃってもいいねか、もう。これ対策で。よし。おっと。やれることはやってしまいましたな。何にするか。なかなかいい。これで、こう、相殺してくれれば。してくれ？してくれ？ない。でも、こっちにはソロ版があると。よし。ソロ版で骸骨殴ればちょうどいいでしょ。アリッカもいいよ。で、これでこれを殴り、準備 OK、これで骸骨を殴れば、手札も1枚入りちょうどいいと。よしよしよし。あとは、終盤で立花を生かせればいいんだが。パンサーか。めんどくさいな。さらにもう一体出してくる。苦しいね、これは。待てよ、1、2、3、4、5、もうやっつければ6枚になってバロンジャッカルが出せるようになるんじゃないか。これでやっつけるとバロンジャッカルのコストがマイナスになるから、これ殴っといていいでしょう。殴る。さて何が来るかな。幸せの杖あったかな。幸せの杖あったらこれネルゲルになる可能性があるんで、ここに置くのがいいらしい。いやー、お、これ HP、上げてもいいか、これ。6?6? 後ろに5ダメみたいなのがあったからな。ちょっと上げとこう。無駄。さて、こっからどうするかな。相手がゲマとかある可能性があるから、一回からなんかにつなげたいね。あ、ミミックか。ミミックはやっつけざるを得ない。ということは、ゲマタイプ。しかし僕はソロ版でやっつける。ああ、そうだね。そう来るよね。じゃあ HP 上げて、あ、もしくは行かずに使っちゃってもいいんじゃない？攻撃力上げ。そうだね。行かずに使っちゃってもいいね、ここは。よし。行かずにの杖。2ダメ与えてきたってことはもしかすると何かあるんかもしれないんだよな。で、6枚あると良くないんで、これはこれを使っておいて。掘り出し物ですよ。強いぞ、バロンジャクル強いぞ。これは倒せないと相手は苦労するぞ。後ろに5ダメはやめてくれよ。後ろに5ダメはやめてください。オーレンか。分散になった。もう手に任せて。HP 上げたい。ああ、ネルゲルが今来るのか。これ倒すしかないか。リッカ、ソロ版じゃ倒せない。いや、向こうに倒させるか、こっちが倒すかっていう話だな。攻撃力上げ。
倒して立海にするか。難しいね。どれなんか、なんか立か。立か。私も頑張ります。あげーの。倒しておいて。ここからさら先のプランがない。すべてを。メルゲルにつなげられればなっていうくらいだな。ションリンクでめっちゃ立花強くするっていうのもありだし、このターンとりあえず生き残ってくればワンドローしてくれるから、これはソロバンプラス立花で倒すしかないな。病気をお見せしましょう。お、ここ、貫通あるか？まあ、いっか。失敗したか？失敗したか？テンション上げ、あ、いいか、失敗はしてないか。死なずに、そう、テンション上げて。はぁ？あ、お前の攻撃力が上がったんかい。ちょっと待てよ。で、3枚増やし、で、リッカが死なないように。さて、取っておきのお宝を。くそ、HP 上がるの来いよ、HP。くそ。まあ仕方ないな、攻撃力が上げて倒すしかないんだが、こう枚数が多いと、あーくっそー、生き残ればな、生き残ればいいことあったのに。おっと、のんびりしていられませんぞ。攻撃力上げ、おい、こっち上げ、みなぎってきますよ。仕方ない、こっち上げとくか。じゃあこり出し物ですよ。おい、こっちの攻撃、リッカの攻撃力が上がってくれればよかったね。まあ次はネルゲル、ゾーマ、もしくはリンアンクルフォンなんで、割と戦えるんじゃないかな。こいつもなかなかいいし、先にネルゲル出せるっていうのが大きいな。地雷の隙たらこっち、あ、竜王できたか。竜王はちょっとまずいね。まずいね。ネルゲルを置いたときに、ネルゲルを置いたときに非常にまずいことになるが、でも気にせず、奴は叩かず、これで三々の奴が出てくれればまだ、竜王を倒さずに済むという。おっと、やれることはやってしまいましたよ。ここでもいいぞ。これは勝ったんじゃないか？勝ったんじゃないか？ここでデボラ。お任せデボラデッキ強いぞ。毎回、一試合目は勝つという。さあ、相手ここに置いたらネルゲル置けないから、もうネルゲルない。指導9、MP 増えてないから、指導もゾーマもないから、出すとして、そうだよ、モグラだけだよね。出せるとしてモグラだけだよ。そう。ああ、でもこれまずいね。モグラが4になっちゃう。しかも、12点出せるか。6、12、あ、あと、1個、こいつがここに置かれるのか。3人のあれが置かれると、あ、大丈夫か。ちょっと待てよ。ちょっと、ソロ版で殴れば、6、8で、14点。よし。はい、ソロ版。はい、さようなら。はい。認めたくないが。終盤がでも強かったね。はい。相手がアグロじゃなかったから。おいおいおい、ランク上がってるぞ、ちょっと。デボラデッキでランク上がってるぞ。はい。大体戦い方は分かったと。ということで、デボラ出なくてつまんなかったんで、もう一回行こう。あなたにプラチナ2まで上がるか、こんな。適当デッキで。さあ。俺とお前と大五郎。すごい名前だな。お、ここいいよ。で、立花、終わらしいね。さまようはもう、いかずちはもうないか。ちょっと力の歌ね。最初はいらないんじゃないかな。わらし作戦でいきましょう。あ、いいね、わらし。俺のターンだ。
最初に割らし出すっていうのもありだな。そうだな、相手が何も出してこなかったから、ね、2段目も割らし出しつつみたいな。ここにもいいの来たよ、応援。これはすごい、これはすごい。やれることはやってしまいましたな。さあ相手は貫通がしたいだろう、貫通したら逆にこっちも強くしちゃうよみたいな。モーモンあたり出してくる。あー、メラリザードめんどくさ。貫通メラリザードだってめんどくせえやつ出してくるな。お、一個はいいな。ここはここはやって、この貫通メラリザードとりあえず倒しておいて、さて、とっておきのお宝を。攻撃力1上がれ、1上がれ、1上げて、貫通メラリザードを倒しておいて、もう、倒しておいて、おい？の、の、どうするかだね、これ。次、貫通スキル来るから、出してもしょうがない。HP 上げてもしょうがない。これはもうほっとくしかないか。でもなんか、メラゴーストとかで取られるのも腹立たしいんで、HP1 個だけ上げとこう。どうだこれ。微妙にいいだろこれ。見せてやるぜ！はい。お前のスキルを使って、やっつけてください。貫通デッキか。めんどくせえやつ来たなぁ。めんどくせえやつ来たな。これはちょっとどうしようもない。変化の杖。ミンと言ったらコストが1低いランダムユニットを変身させる。面白いかもしれないが今ではないっていう感じだな。応援で上げたところで、まあ、リッカーに次のターン繋げたいんだよね。で普通に殺されるだけじゃつまらない。使いたいが応援が先だよな。これもどうしようもないわ。はあ、さて何が来るかな。マシルーラ、バイキルト。まあ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 、悪くないか。まあ、とりあえず殴っとこう。なかなかこれはうまくいかないな。まあ、次は、一家から。一家から。コス、ユニット、コストが1低いランダムユニットに変身させる。ああ、これ使った方がいいかね。あいつは厄介だな。イカズチよ。俺に力を非常にまずいね、これは。非常にまずいね。バシルーラ。バシルーラって言ってもあれだ。また貫通されると非常に、出したの全部叩かれるっていう状況になっちゃうんだよね。これちょっと厄介だな。変化使うのもありだが。まあいいか。とりあえず立夏で稼ぐところから入るか。悩ましいな。まあでも盤面出しとかないとしょうがないもんな。で、ドロー、ドロー。私でも役に立てるかしら。こいつ貫通持ちなんだっけ。忙しいな。そうか。貫通持ちなんだっけ。じゃあこっちを上げよう。ほりゃ、おっと。やれることはやってしまいましたな。マジカルハット。なかなか良いが、良いが、ちょっと不利だな。だいぶ不利だな。ちょっと待てよ。まずこいつを、やっぱこっちの、変化の杖が先だったか。変化の杖、バシルーラ、邪魔だから、そのあたりで、ちょっとなんとかしたい。そうだよね。貫通でやっつける。で、こいつをやっつけられるかどうかだな。相手が。もっと嫌な奴が出てきたと。私のターンです。さあ、どうするかだね、これは。お、いいね。青竹、攻撃力プラス2。なかなかいいが、バシルーラかな。こいつ邪魔だな。出てきて、そうだね、5で出てきて邪魔だから、バシル。バシリタイガ。バシリタイガ、こっち、こいつも嫌なんだよな。ちょっと待てよ。まず、これが、あ、これはやっつければいいか、自分で。そうだね。まず、とりあえずこれを出してから考えよう。攻撃力プラス2。忙しいな。あ、いい感じじゃん。いい感じじゃん。これ変身させるよりも倒す。打ち上げて倒す。そう、力の種。こいつ倒す。さすがに2回上げられるのは困る。プラス、これは？おっと、
こいつが邪魔。何が起こるか。よろしく頼むぜ。かえって強い。そんなことはない。ちょっと弱くなった。ちょっと弱くなった。相手が回復することはとりあえずなくなった。ガシガシみたいな感じだね。次でもバロンジャックから出せばそれなりに。吹き飛べ。うわあ。でさらに応援。ひどい。ひどい。強いじゃないか。さあゾーマまで耐えられるかが勝負だな。いやー貫通ばっかり。めんどくさ。どうすか一回。で強すぎる。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと何もできなかったな。お見事です。たかが貫通デッキに。完敗ですな。デボラ出てこなかったのもう一回この種子がね、種子がデボラ出てくるまでやるという。よし、もう一回やろう。あなたに損はさせませんよ。ちょっと3回やったら1回ぐらいデボラ出てきてほしいよね。さあ誰だ。構え。戦士今やられたんで戦士嫌いだよ。高校は良かったね。あ、デボラ来た。デボラ来た。ヘロークエスト幸せ。このネットに幸せでも無理か。一応出すだけこれ出してもいいんだろうな。よし。まあデボラに繋げたいっていうだけの。よし。楽しもう。楽しもう。1上げて、2上げて。私のターンですね。HP が4以上になれば。はぁ、これ使っていいでしょ。さて、とっておきのお宝を。HP 濃いよ、みたいなね。おっと。これじゃちょっとつまんないな。はやってしまいましたな。つまんないな。HP1 個上げたんじゃ3のままだったら奴に殴られるだけ。もう手に任せて。まあいいか。とりあえず上げて。まあ、そのところか。HP 上げてもしょうがないもんね。見せてやるぜ。これはちょっと倒しにくいから、なかなかいいんじゃないかな。相手がどうしてくるか。ワタボーできた。あー、そっか。それがあるんか。そんなものがあるんか。それは失念していたな。ちょっとね。だったら1上げたらそうだね。はやぶさ切りを読んだら1上げとくが正解だったの。これでも、1、1、1、あ、貫通があるな。ここはもう武器でいいよし。準備 OK ですぞ。お次はた、お、いいね。何が来るかな。次、幸せ。やってやるぜ。あ、貫通されるときついんだな。ダンブラミーチョ。あ、やっぱり、カード、ドロースペルがないから、弱いから、そういうのたくさん入れるみたいな話をよく聞いたな。これ倒せるんか、あいつは。ちょっと HP 1個上げてみる。あれか。剣があるから、もう1個上げてみるか。そうする。これで、これで、あれ、もし、奇跡の剣が来ても倒せないはず。見せてやるぜ。刃砕き、うん、攻撃力がなくなった。あ、余ってるから使っちゃった。使っちゃったっていうことは僕のわらしがでかくなるぞ。わらしがでかくなるぞ。しかもテンションを上げると、し、どっち使ってしまうのもありか。あえて応援。まあ、応援で、どうせ攻撃力上がるんだから、これ応援するの、非常にいいんじゃない？さて、何が来るかな？いまいちだな。非常にいいんじゃないと言いながら、いまいちだな。もう一個応援したいところだが、まあいいか。掘り出し物ですよ。ほりゃ、MP が足りませんな。もう一個 HP 上げたかったな。やってしまいましたな。もう一個 HP 上げたかったな。貫通されちゃうでしょう。これ多分応援プラス貫通で来ちゃうかな。
だったらこっち先使えば、そうだよね。そうだよね。来るよね。来ると思ったよ。来ると思ったよ。使わせたんだよ、ここは、実は。思わせて、実は使わせたんですよ、それを。あ、でもまだなんかあるか。妙立ち。めんどくさいの来たな。とっておきをお見せしましょう。ふふふふふふ。あ、いいね。応援。あなたの進化を見せてください。HP 値上がる。さらに応援。倒せるんじゃない？さて何が来るかな？お、さらに。ほう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 。友達。あ、あと1しかないか。攻撃力が来てほしい。攻撃力、あ、あるね。攻撃力。仕上げて。みなぎってきますよ。HP も上げちゃう。奇跡の剣で死なないように HP を上げると。お、これで次デボラにつながる。デボラにつながる。奥場所でも問題だな。こうずらしてか、ギガスラッシュとか来るからな。ギガブレイクだった。ギガブレイク先に行ったってことは、気にせずデボラにつなげられる。あー、でもネルゲルが。ちょっとネルゲルまで待ちたい。ネルゲルまで待ちたい。ネルゲル出したい。出したいが、ネルゲルが何かに変わるところが見たい。デボラ。デボラ。デボラ、どっちにしようか。仁王立ちの HP2 か。どっちをつけるか。どっちをつけるか。HP2 だろう、これは。守ってくださいね。いやー、ネルゲル、ネルゲルさん。ネルゲルさん。さて、とっておきのお宝を。これはいいデボラだ。休むのに用はないわ。おっと。やれることはやってしまいましたね。まず、意味ねえな。シルバーデビル。おお、なかなかいい。ほほほ、キングスライム。一個ずつ見よう。吹雪の魔女。おい、ちょっと。ドラゴンソルジャー。おー、攻撃者がいつも。パペット構造。意味ねえな。リビングデッド。奇跡の剣。すごい。よし。なかなか当たりじゃないか、これは。よし。奇跡の剣で、このプチアノンが殴れる。よしよし。しかも攻撃した回数分、増えるってやつ、こいつと組み合わせれば。サイレス、ひどい。ひどい。しかしこっちには奇跡があるぜ。でも倒せないでしょう。奇跡があると思ってないでしょう。奇跡でそいつ殴るよ。あ、でもこれ、スノーモンから、スノーモンから。なんと奇跡の剣があるんですね。さようなら。さて、行きますよ。よいしょっと。狙い撃ち2回攻撃。いや、こっちからだろ、こっちからだろ。スノーモン出せたらすごい。この、パズズと吹雪に繋がるという、最高の、最高の展開だよ。しかも奇跡の剣に今回復した。相手がデュラン・ゾーマ、デュラン・ゾーマ、ネルゲルが来るとちょっと問題。奇跡だ。奇跡が4になった。うわ。さあ、どうするか。パズズ出したいんだから。攻撃力めっちゃ上がってるから。出してプレッシャーかけたい。ドラゴンソルジャー。どうやって出すのがいいかな。ギガブレイク、ギガスラッシュ。今なんか使わなかったってことは、ジゴスパークっていう可能性もあるんだよなぁ、ね。テンションマイナス1も嫌だしなこれ。いやこれ占いは使えないなぁ。海の男に変身。シルバーデビルあたりでいいか。どうやって置くのが一番いいのかがちょっとわからない。いよいよ。これ応援かけたくないな、応援に。これが死んでほしいんだよ、ね。死ぬと、こうと二つが効くからね。スラッシュ来ちゃったよ。でも死んでくれたのは、これは、OK でしょ。で、うんうんうん、自分のデッキと手札にある。4点与えたい。4点与えたい。4点与えたらこれ殺せる。よし、よしよしよし。いいぞいいぞ。いいぞいいぞ。4点与え。倒し。で、バロンジャッカルからの。
からの、からの、123、1個 HP 上げれば、転生スキルを使わざるを得なくなるよ。さあ、流れはいいぞ。HP を1個上げる。よし。ナイス。さあ、どうだ。さあ、どうだ。これ、殴るのは、待っておこう。よし。奇跡は取っておいて。次、パズズ。さあ、なかなかいい点線までいってるが、占いこそ出してもいいし、キングスライム出してもいいし、ドラゴンソルジャーでもいい。こっち殴って、雷鳴を装備する方にかけたか、相手は。もうそうすると僕は銃を与えるぞ、銃。ああ、ということは、自己スパーク持ちか。なるほど。自己スパーク持ちね。自己スパークで何食らうんかな。何食らったとしてもきついな。ドラゴンソルジャーも出したいんだけどな。パズズ出しても今は意味ないが、パズズ次のターンはなくなるから出さざるを得ない。自己スパーク食らうという前提で、ここは行くしかない。変なとこ出しちゃったな。テンション下がっちゃった。自己スパークいくつなんだろうな。分からんけど、とりあえず。いやー、さっき殴っときゃよかったな。よく考えたら。使う価値があるかどうか、分かんない。のんびりしていられませんぞ。これがね、このパズズがね、ユニットの攻撃を不能にするだけで、こいつの攻撃を不能にはしてくれないんだよね。多分、自己スパークが指導。自己スパークしかないと思うんだけど、自己スパークのダメージがいくつかっていうのは知りたかったなぁ。ちゃんとピーさん、デュランだった。デュランで向こうの勝ちか？貫通して、貫通5ダメ。でもデュランしか出ないんだったら、置いたのが損だなこれ。あ、でもこれ死なない。死ぬか。7で。でもデュランは殺せる。あー、うまいなデュラン殺せると思ったら殺させない作戦。そういう作戦ですか。でも相手はほとんど何もない。デュランさえ倒せば、あと4点しかないじゃん。デュランさえ倒せば、4で、使用する巻物で道具を加えて、4でデュランは一応倒せる。デュラン倒してからの6。あ、待てよ。HP を上げればいいんだ、これ。HP 上げれば、それで残るでしょ。残る。掘り出し物ですよ。HP を上げる。掘り出し物ですよ。そうすれば、こいつの1は残るから、ボールは作れる。で、ボールを作るにはまだ8ある。8ある。これプラス、テンションリンクでボールは作れるな。よし。いやー、でも待てよ。テンションリンク、ボール作って、相手がどうしてくるかだからな。ちょっと待てよ。おっと、のんびりしていられませんぞ。話にするか。いや、待てよ。わらし置いてのテンションリンク。さらに、ユニット11。あなたの進化を見せてください。もう一個あげるか。どうだ、どうだ。なんとかパーク。なんとかパークじゃねえ。ギガスラッシュ、ジゴスパークプラス。あ、でも大丈夫だよ。HP12 まであるから。相手は4しかないけど、割とこれ勝ちじゃないか？こっちの HP もだいぶ減ってるかと思ったんだけど。さあ、デュランが倒されたらさすがに終わりでしょう。おー、交換中っていうのがいつまでかっていうのは思うけどな。そう、とりあえずそいつを殴る。でも1になったよ。諦めろ。もう一回殴れる？
俺の求めるものは最強の剣だ。覚悟しておけ。2回殴れる。手で1回しか殴れないでしょ。グレンは2回殴れると思うけど。グレンは2回いけるけど、テリーの攻撃は1回しかできない。おっしゃー。見事だ。俺はデボラ勝ちと言えるでしょう。完璧だ。奇跡の剣勝ちだ。まさかの、氷塊デッキ。商人氷塊デッキ。いや、最高でした。あー、90人もらって完璧な、デボラ勝ちと言えるでしょう。さあ、次はまたリーダー変えていきましょう。